今日開会した9月定例会では総額およそ41億円の一般会計補正予算案など37議案が提出されました。補正予算案には6月の台風2号で被災した道路や林道の復旧費用として9億6650万円が計上されています。また債務負担行為として消防ヘリコプターの更新に30億円、学校のエアコン設置事業に1億3400万円が設定されています。9月定例会は来月11日まで行われ、今月の22日、25日、26日には総括質問が行われます。